村長ミュージックスタジオ、はい、皆さんこんにちは。ずいぶん寒くなりましたね。今日はなんか総集編的に、一曲をこう作り上げるためのDAW の操作を少しこうまとめてやってみたいと思います。なんかね、リバーブが効いてますよね。はい、ということで、最近使っているのはあのスタジオ1-4のプロフェッショナル、これの機能を十分に生かした形で、今日はチャッチャッチャッとですね、皆さんがこの見るのが飽きないぐらいの時間で、ワンコーラスですね、ワンコーラス作れば、2番3番サビぐらいは、こうやればできるというのは分かると思いますので、そんな感じで、やっていきたいと思います。じゃあこの今ね5つぐらいトラックを作ってありますけれども、あらかじめはセットしてあるというようなものですが、一番初めに、ピアノ、それで、基本的にはピアノバラードみたいなものを作りたいと思います。いくつかこうね、こういうやっぱりあのループ集があるので、例えばイントロっていうのこういうのをなるべく活用して、作ってみたいと思います。ではじゃあ、これをもうさっくりこう入れてですね、4小節のもうイントロができましたよという感じで、そこからはあの、コードをですね、自分で作っていくんですけれども、スタジオ1の機能であるこのコードを自動認識するというのね、こうやって上のコードトラックにパッとこうやると、もし D マイナー音C、C メジャー FGというそういうこうコード進行が出ましたけれども、ここからは波長調でですね、少しこう書いていきたいと思います。C 始まりにしましょうか。でオンベースですが、そのまま C と、そしてに最初から見せるんかよっていう感じですけれども、最初から見せてみたいと思いますね。A' ダッシュと考えまして、そのまま少しだけちょっとパターンを変えて、G F 行こうか、 F で、こう半分のところで、じゃあここでですね、半分で、切り替えたいと思います。G7、 そして C に戻ると、ここから14小節目からサビと考えます。あんまり何も考えてません。
FC、FC、ちょっとここらで分からなくなったらダメなので、ここからサビですよ。今インサートキーを押します。一応分かるようにこうマーカーをしておきますね。こんな感じで、でここからは、まあ、一応感想も、Cメジャー7で G7、まあ、こんな感じで感想 A' サビ、そして感想みたいな、こんな形で作りました。じゃあここからですね、このバースからいい感じですね。これはサビに採用するとして、A メロはこの感じで、いってしまいましょうか、ね。そして同じく でこの後半部分ですね、一小節分をここで、カットとしてですね、としてもう一回こう同じものをここにやって、でサビ、こんな感じで、でもですね、これは別にこのままコードを使うんじゃなくって、そしてまあこれはですね、イントロのところも感想に使いましょうか、まあ、こんな感じでいきますが、今はですね、ここで選んだコードになってるんですけれども、これをコードに従うということで、まあ、ナローでやってみたら、じゃあどんな風に聞こえるか一回やってみましょうね。勝手に変わりましたね。 Bm、 G7、 G かな、 C、 Bm、 Dm7、
ここちょっとあんまり良くないけど、まあいいや。いいじゃないですか。もう片できましたね。じゃあ、そこに、ドラムを出していきます。ドラムは、無料のですね MT パワードラム、これを使ってみましょう。グルーブがありますので、じゃあ、途中から入るとして、ゆっくりこんな感じでしたね。じゃあ、4つ、もう一回。はい、これで、3小節いきます。サビですので、ライドっぽいの。はい、今ですねちょっとスネアの音が大きい感じがしますので、ミキサーでちょっと調整しますね。はい、これで、ドラムができました。次は、ギターです。ギターで、ちょっとアルペジオみたいなの、少しかぶるかも分かりませんが、アルペジオみたいなのを入れてみましょう。パターンでですね、やってみたいと思います。じゃあ、これでもうチャッチャッチャッと。
応もほぼ一緒のパターンでアルペジオは行きます、これも、コードに従 ということで、行きたいんですが、これをですね、こういう時はまずですね、この電部をコントロール B として、はい、じゃあこれをソングモードで1個だけこうやってですね、そして、これをここに流します。じゃあこれをパターンにして、はい、これで これができました。できましたらこれを複製します。はい、じゃあこれをコードに従うユニバーサルにします。こんな感じに、アルペジオができました。はい、じゃあ次は、12弦ギターの方で、やってみたいと思います。12弦ギターですが、もうこれも C のキーだけ。こんな感じで、簡単に弾いてみたいと思います。いきます。録音モードにして4小節だけ C を何度もダウンストローク、こんな感じで弾いてみます。
ふうに、4小節弾きました、はい、C ばっかりです、C ばっかり得意です、いうことでじゃあこれでですね、はい、じゃあこれをオーディオに変えます。はい、変わりました。ですから、これをですね、また複製します。じゃあこれで、コードに従う。これでですね、できました。じゃあ最後に、ストリングスか何かで、ちょっと飾ってみましょう。そうですね、ビオラぐらいで。バイオリンの方がいいかな。はい、こんな感じで、やりたいと思います。演奏と、そして感想。はい、こんな感じに入れました。ちょっと伝送で、間違ったところがありましたので、手がこんな風に当たったりしました。はい、こんな感じで、これだけ取りました。せっかくですので、そうですね、8分でクォンタイズしましょうか。8分の
後ろの感想。このラの音が少し良くないですので、上のミに上げようかな。こんな感じでいいですね。じゃあこれをクォンタイズ、はいはい、できました。じゃあ全体を聞いて、バランスをとってみましょう。こうしてですね、はい、ループしておきます。こんな感じです。案外ね、曲作りってそんなに、時間がかからないというか、曲じゃなくてこれは伴奏ですよね。伴奏で、これに、メロディーを、つけていくという方法もありますね。ちょっとやってみようというかね、これに合わせて適当にハミングしてみますね。
聞かせました、ということで、皆さんね、DTM に一度興味を持ったら、またあの村長の方でも遠隔サポートっていうのもやっています、皆さんね、導入したいというような初心者の方にも優しくですね、勉強できるような仕組みも作ってますので、皆さんよかったら、DTM を一緒にやってみましょう。村長でした。